フライパン鍋にですね水を入れます。あとは昆布ですね。よいしょ。昆布だしに塩3分の1入れます。袋に入れます。これでまた煮詰めます。はい、完成しました。完成ですね。こちらが最初に作った塩ですね。これが昆布塩です。昆布の風味が効いてて美味しいです。次はね、エビ塩の方を作りたいと思います。エビを入れます。エビ殻だけです。水分がなくなるまで殻入りします。水分がなくなるまで殻入りして、ですり鉢で粉々にしますね。